資格をこの間取ってまいりました。ノースフェイスとはなんでじゃあ色の観点で似合うんですかって、この4タイプに分かれるわけなんですよ。はい、本日はですね、こちらノースフェイスがなぜ万人に似合うかっていうところね、お話していきたいなというふうに思います。ということで、本日はですね、レビューとかっていう話じゃなくて、なんでノースフェイスでそんな街中にいっぱいいてはるんかなと。でそもそも多分似合うとか似合いやすいからなんやろなっていう観点でいきたいなと思います。で今回に関してはコーディネートとかじゃなくてカラーでいきます。完全に色でいくっていうことで、なんでお前いきなり色の話しだしたん？そうですよね、皆さん気になるということで、こちらご覧ください、ズドンということで、こちら認定証をいただいております。カラーのね、パーソナルカラー診断の資格をこの間取ってまいりました。それしっかり協会のねサインもいただいて、ここに名前入ってるんですけど、僕本名はちなみに拓蔵じゃないのでね、たまに僕の家族とかにね、すいません、ご兄弟の名前って拓蔵っていう人ですかって言って、あ、違います、あ、なんか似てる人 YouTube に似てたんで、あ、それうちの兄貴なんですっていう話があったりするんですけどもね、僕本名じゃないので本名は今隠させてもらいましたけど、パーソナルカラーのね診断をやらしました。でパーソナルカラーって聞いたら、あれ、なんか新しいパソコンでも出たんかなと、わけわからんこと始まったなってことなんですけども、奥さんとか彼女さんとか結構ご存知の方多いんですけどね、人それぞれに似合う色っていうのがあるんですよ。でその似合う色をうまくこのノースフェイスを当ててきてるっていうところをね、今日お話しさせていただきたいなと思うんですけども、大きく分けると4タイプしかございません、人間っていうのはね。でこの4タイプに分かれるわけなんですよ。でこの4タイプを、例えば ABCD って読んでもいいんやけど、しっかり名前がついてます。これ簡単、めちゃくちゃ覚えやすい。こっちから、ね、見ていきましょう。スプリング、春ね、次こっちサマー、夏ね、でこっち次オータム、秋ですね、でウィンター、冬ですね。よくファッションとかやったら 2023SS とか出るけど、要はスプリングとサマーの頭文字取って SS ですよね。で秋冬のコレクションの時は2022年 AW とか言ったりするけど、これは頭文字取って秋冬ですよっていうことで、知らんかったっていう方いらっしゃるらね、ついでにラッキーと思っていただければいいんですけど、そういう4つに分かれてますよと。でこれはね、あ、俺夏好きやから夏かなとか、そんな話じゃないんですよ。いやでもやっぱり冬の方がなんだかんだ言って俺は鍋とか飯が好きやからええかなとか、そんな話じゃないんですよね。それぞれの瞳とか、あと肌の色とか、そういうのによって似合う色、そしてある程度年取ってきたらシワとかシミとかあるじゃないですか、それを似合う色やったら隠せるんですよ、むしろ映えてくるんですよ。でそういうのがパーソナル診断っていうのがあるんですけども、後々僕もやろうと思ってますので皆さん来てくださいねっていうことなんですけど、それ以下置いといて、あ、そうなんやと、そういう4つがあるんかってなったら、僕ちなみにですけどこの秋なんですよね。でよく見てください、なんかよく見たことありません？そうなんですよね、この辺とかノースフェイスでよく出てくる色味なんですよ。でこの秋なんですけど、ちなみに僕以外やったら誰いてんのって言うと、例えば芸能人で言わせてもらったら、あの天下の、そう、僕たち大好きな木村拓哉さんがいてますし、あと坂口健二さんなんかもいてるし、あと斉藤匠さんとかね、そういう方々がこのオータムという呼ばれる色やったりとか、あとお前イケメンばっかり出してんちゃうぞって感じじゃないけどね、イケメンはイケメンでウィンターとかもいてますよ。ウィンターとかやったらこの色味って似合うの、竹野内豊さんとか、この色味やったりするんですけども、人の肌とかそういうのによってだいぶ変わってくるんですよと。じゃあ今回の本題に行きましょう。ノースフェイスとはなんでじゃあ色の観点で似合うんですかっていうお話をねしていきたいなと思うんですけども、これ結構簡単なんですけどね、パッて見ていただきましょう。ノースフェイスのジャケットパーって見ていた時に、必ず単色じゃないんですよ、バイカラーになってるんですよね。でバイカラーで黒を挟むことによって基本的に合いやすくなってるっていうのが正解なんですよ。例えばじゃあこれ見ていただきましょう。ヌプシとか分かりやすいですよね。これ上は黒、下は赤、さてなーにってなったら、ヌプシになるんですけども、真っ赤になった場合ってこの色味になるじゃないですか。でちょっと色味の差はありますよ。こっちの方がモンベルの方がちょっと明るいなとか、明度が高い、明度が低いっていう言い方もしたりするんですけども、ちょっと色味が違いますよね。そうした時に真っ赤でこう当てた時って似合わへん人、露骨に似合わへんじゃないですか。でも黒をこうなじませることによって結構誰でも似合ってくると。さっき見てもらったこのなんかパソコンみたいな名前のパーソナルカラーの中にその色味がもしなかったとしても、黒を挟むことによって似合いやすくなってくるんだっていうところがね答えなんですよ。じゃあ今ちょっと着ていきましょうと。例えば赤だけの色、今これ中に黒が入ってるからマシに見えるかもしれんけども、キュッて全部閉めた場合ってなった時に、めっちゃ似合ってますかって言われたら、なんかちょっと浮いてませんかって、なんかちょっと変じゃないですか。そうなんです、僕この色ないんですよ。これはね見てもらったスプリングのこの辺かな、僕オータムにはこの色味がないんですよ。ここまで明るい色味っていうのがないから、ちょっと浮いて見えるんですよね。そんな変じゃないけどもちょっと浮いて見えると。でも対して顔の周りにこう
黒が入ることによって全部こうやってジャケット締めたとしても調和されるじゃないですか。だから意外と誰でも合わせれるんですよ。でそれ以外にもね、例えばこういうオレンジいきましょうか。オレンジとかもうこう全部がオレンジだとなんかちょっと眩しいなってなるけども、まあ、この黒がちょっと入ることによって、まあ、色味若干ちゃいますけどね、ちゃいますけど、こういうバイカラーになることによって少し合わせやすくなったりするんですけど、僕がもともとこの色がパーソナルカラーに入ってないので少しちょっと変な色味がある。これは春のカラーなんですね。春の人が似合うカラーになってるので、この辺りですね、この辺りの色味になってるんで僕の秋の方にはないんですよ。もうちょっと暗いオレンジだから、こっちのノースフェイスの方が僕は合いやすいんですけども、まあ、そういった黒を挟むことによって非常に合わせやすくなるというところがね、なるほど、色の観点で見た時ってそうなってんねやと。じゃあ例えばもう真っ赤なジャケット僕持ってねんと、クローゼットの中で眠っぱんねん、どないしようってなったら、こうやって中にねインナーに黒を入れてあげることによって少しマシになりますよねと。いや違うんですと、僕フリースで持ってるからフリース1枚では寒すぎるんですと、助けてくださいって言われたりしたら、これをインナーにした時に例えば外からガッて黒とかネイビー羽織っちゃってちょっとしか見えへんようにねしてあげるだけでも色のバランス一気に取れるじゃないですか。これだけやったらちょっとバランス取れづらいけども、ちょっと見せんようにしてあげるだけでバランスが取れるよねと。で、ね、ノースフェイスの中でも面白いのがね、これって春夏に出たマウンテンライトジャケットなんですよ。春夏に出てるっていうことで色味が少し高いというか明度が高めなんですよね。ただ脱色感はあるんですけども、ノースフェイスってちょっと秋の一服に似合う色やねんけども、その中でもちょっと明るめかなと。でも秋冬になったらここまでちょっと暗くなってくるので、同じブラウン系でもね、全く同じ年に出ましたよと、2023年の茶色っていいよなとかって言ったりしても若干違いが出てくると。まあ今のは同じじゃないんですけどね。そしたらとある服着てるときはめっちゃ似合うって言われたり、めっちゃその服ええなって褒められんねんけども、とある服着てるときは全然褒められへん、なんでなんやろなってなったときに、それ実はあなたのパーソナルカラーに似合ってるから他人がそう思うんですよと。で人って似合ってる色とか着こなしたら説得力もね増してくるし、でその服自体も魅力的に見えてくるんですよ。だからもちろんそれはデートもうまいこといくしね。で友達との飲み会とかでもね、なんかお前ずっと若いなとかね、お前垢抜けたなとかってなる理由って、自分に似合う色を彫り込んだらそれで綺麗になるんですけど、女性は特に化粧とかするので、まあそんなのが大事になってくるんじゃないかなというふうには思います。だから逆に言うと顔から話してあげればね、自分の苦手な色味っていうのでも、例えば靴とかもう明るい靴履きたいなと思っても、俺似合わへんねんなってなったら、もう明るい靴とかその顔から話してあげてあげれば全然問題ないと。で僕はこういうね色相感っていう、まあぐるーっとこういうのなんか見たことあるじゃないですか、なんかいろんなやつ見たことあるなと思うと思うんですけど、まあ分かりやすく言うと、この真ん中より上が似合いやすい人ですか、それとも下が似合いやすい人ですか、まずは最初が入り口はそこなんですよ。でそれだけではまだまだ分からなくて、いろいろあるんやけど、まあ、それがイエローベースの人ですか、それともブルーのベースの人ですかっていう入り口があるんですけど、まあ、ほんま処方の処方で、ね、最初そんなんがあってネットとかでも調べれるんですけど、まあ、それやったら例えばこういう上の方が似合う人はイエローのベースですよね、下の方が似合う人がブルーのベースですよねっていうことになってきて、僕はイエローがベースなのであんまりこのブルー系が似合いづらいと。だから僕のクローゼット見てください、ブルー系ほぼありません。でここに一応持ってきましたけども、ブルー系似合わないから着ませんあんまりね。多分まあ自分で言うのもなんなんですけど、このオレンジってそこそこ似合ってると思うんですよ。まあ自分で言うのはあれですけどね。だけどこのブルーになった瞬間ちょっと似合わんくなってくるんですよ。さっきの方がいいなみたいな、あれなんでなのなみたいな思ったりしたら、それはあなたが似合う色をまとってるから。そうで似合わない色をまとうと、ちょっとシミが目立ったりとかシワが目立ったりとか、あと年いって見えたりとかっていう風になると。だから特に女性なんかは化粧を一個間違えると青っぽく寄せたりしたらもう病人みたいになってくるんですよ。げっそりしてくる。で逆に黄色が苦手なのに黄色に寄せちゃったらもう顔でかく見えるんですよ。なんかそれぞれに合ったね色味っていうのがあるんですけど、僕はね一応資格持ってるけど全く女性するつもりありません、まあ、男性オンリー、男性しかしませんということで、男性の診断とか、まあ、洋服メインスーツとかもそうなんですけど、このスーツにはこのネクタイしようとかってやってるけど、いやそれあなたパーソナルから全く似合ってへんからっていうのもあったりするじゃないですか。でもこの色好きやねんと、オレンジ好きやねんってなったら、分かりました、じゃあハンカチーフでオレンジ使いましょうと。でベースの色はちょっと変えていきましょうっていうこともできると思うんでね、まあその辺が面白いですよね。特に僕さっき言ったみたいにブルー系が苦手っていうことで、ブルー例えばこの2色持ってきました。でこの2色どっちの方が似合いやすいですか、微妙にちゃいますよね。でこの真っ青のブルーなんかターコイズっぽいブルー、どっちの方が似合うかっていうと、普通のブルーってこの辺じゃないですか、だけどターコイズってこの辺りとかこの辺りのというか、より黄色に近づいてきてるよねっていうことで、ターコイズ系の方が僕は合いやすいんですよ。まあ一回見てみましょう。例えばこの服着てる時の顔とこっちになった時ってなったりしたら、少し顔の頬のとことかに青ひげが目立ったりするんですよね。こっちでは目立たへんけども、まあ、こっちとかやったらちょっと青くなったりとか顔色がちょっと悪くなったりしやすい、こっちの方が似合いやすいっていうのがあったりするんですけども、まあ、そういうのをパーソナルから知っておけば、うわ俺青苦手なんやけども、苦手な青の中でもちょっと黄色に押しといたら似合うなとかっていうのがあったりするんですよ。まあ
ほんでね、パーソナルカラー、俺はないっていう人はいけないから、絶対パーソナルカラーあるからね。それで自分に似合う色とか探してみてこう合わせていくっていうのもね、今後買い物するときに無駄な試着せんでいいんですよ。もうこんなん僕似合わへんって分かってるんやけども、買ってるんやけどもね、まあ合わせてみたりだとか、あとそれ以外にも色のね凄さってすごいんですよ。選挙が受かるか落ちるかぐらい全然違うんですよ。ネクタイ1個の色でも全然違うかったりするんで、それがね、まあ面白いなと思うし、それ以外にも、まあ、さっき見てもらったこの4つのタイプの中でね、例えば僕、竹野内豊のウィ同じウィンターですとかね、サマーのね夏ですっていう人、この人たちっていうのは実はオレンジないんですよ。だからオレンジの服って顔の近くに持ってきたら似合いづらいっていうのがあるので、このブルー系ベースの人たちはオレンジが全くないですよと。本来ここら辺にオレンジあるはずなのにないですよ、上もないですよってことなんで、オレンジ色のジャケットとかは少し似合いづらいよ印象があるので、ノースフェイスでいうところのモアッカラヤシとかこれレイジとかは青も入ってんだけど、顔周りがとにかくオレンジやから、オレンジ系が似合う人は似合うけども、ブルー系の人はとにかく似合わへんっていうね、ちょっと浮いてると若作りしちゃってる、無理しちゃってる感が出ちゃうので、顔が負けてるっていうかね、まあ、そういうことになりやすくなると。それぞれでやっぱ印象が違くて、例えばスプリングの春ってめちゃくちゃ色華やかちゃいます、めっちゃ鮮やかでパッと明るい人とかがこの色多いんですけど、まあそういう印象で、次じゃ秋、僕のタイプの秋とかじゃどっちかって大人っぽい印象とか、ちょっとクールな感じの雰囲気の人が多いんですね。でこの夏の人っていうのがどっちかっていうと、まあ、エレガントな印象とか上品な感じの、色合いの特徴で、特にこういう人らってトータルで同じ色を合わせるとかめっちゃ得意なんですよ。だからパンツも、上のシャツも同じようなコーディネートしていくっていうのが得意で、逆にこっちの黄色系の人はどっちかって言ったらコントラストつけてブラックとかで引き締めた方がいいんやけど、そういうのが得意と。あとウィンターの人がどんな感じっていうのは、もうモダン、もう芸術家とかね感じだったり、もう真っ赤なコートとか似合ったりするんですけども、まあ、そういうところが、まあ、人によって全く違いますよと。でそれがノースフェイスでいうところのこの切り返しがあることによって、意外とどんな人でも似合うような感じになってますと。だからノースフェイスの中でもこういうちょっと全体一色みたいな特殊な色味っていうのは少しこう気をつけながらね選んでいくってなると、まあ、間違いはなくなるんかなということでね、今回お話しさせてもらいました。だから僕はいつもね服の機能の話しますよ。機能ね、これファッション性がね、機能がめっちゃいいんですっていう話をする、性能がいいんですって話をするんやけども、次選ぶとき、じゃあ分かった、この性能めちゃくちゃいいんやけど買いましょう、やけど選ぶときに色が分かりませんと、ちょっと好きな色を買ったらいいんですかねってなったときに、似合う色でより好きな色を選んでいくってなったらね、クローゼットの中に眠ってね何にも役果たしない、あなたマウンテンライトジャケットそこにありますよね、何にももうずっと着てないんやけども、クローゼットにかかってるだけのマウンテンライトジャケット、まあ、そういう風にならないようになるということでね、一つ色の話も面白いかなと思いますので、これからも定期的にね、レビューしたときに、あこれ多分イエローベースの人ですよねとかね、あこれブルーベースの人ですよねとかって、ネットで無料で診断とかもなんかちょこちょこあったりするんですよ。まあ明確には出えへんけども、なんか細かくは出ないけどざっくりは出るんでね、まあそんなんで見ていくっていうのも面白いかなということでね、本日はノースフェイスが万人に似合う理由カッコカラー編というところでお話をさせていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。